龍馬33歳で死にましたからね、最後の5年でどでかいことをしたと。じゃあ俺だって5年間で、ね、命残ってる5年間でなんかいろいろまだやれることあるんじゃないかと、頑張って仕事すれば、ね、娘の笑顔をまた見れると、その間は少なくともと、ね、会社何のためにでも病院のベッドを抜け出して、ね、命縮めると言われて医者から怒られながら会社仕事をする、結局これは何のためにやってんだろうと思ったら笑顔が見たいと、もう大きななんか大義名分もどうでもいいと一瞬思ったんですよ。笑顔が見たいと、何が欲しいかと、娘の笑顔が見たい、娘の笑顔だけでいいかと、いやいや家族みんなの見か、ね、親もいる、兄弟もいる、みんなの家族の笑顔が見たい、それだけでいいかと、社員の笑顔もやっぱり見たいなと、一緒に働いて苦労して助けてくれたお客さんの笑顔も見たいなと、お客さんの笑顔でも、お客さんってどのくらいだ、ちょっとね、身も知らない知人も知らない、どっか遠くの国のね、あのカンボジアかどっかの山の中でこう泥んこに顔を汚した5歳ぐらいのね、ちっちゃな女の子がありがとうってなんかこう天を仰いでね、感謝してくれる、誰に感謝していいか分かんないけどありがとうってつぶやいてる、そんなことができたら俺にとっては幸せだなと、そう思うとやっぱり最後に戻ったのはですね、究極の自己満足、自分が満足するために仕事してんだけど、究極の自己満足というのは自分のエゴのための満足じゃなくて、自分の物欲とか名誉欲とかじゃなくて、自分の究極の自己満足は訳もわからないどっか遠くにいる人からね、名前も覚えてもらってなくてもいいから、なんかありがとうって一言ちっちゃくつぶやいてもらえたら、もうそれだけで満足だというのが僕の最後入院した泣きながら思った結論でした。